お帰りなさい。どうしたの？なんでもねえよ。ほら、ゆるふわドーナツは？なかった。ちゃんと探したの？そんなに食べたきゃてめえで買いに行けよ。行けるわけないでしょ。私トップアイドルなんだから。料理すんのかよ。プロフに趣味は料理って書いてあるもの。くそ、いつまでこんなおままごと続けなきゃなんねえんだ。そんなの私だって同じよ。元の世界に戻りたいけど、全ての歪みを修復するまでは帰れない。そうでしょ。ほらよ、噂をすればお出ましだぜ。シュカが歪みを見つけたのよ。行くわよ。うん、しゃあねえな。星空を隠した見つけてと誰かがささやく。いつもと違う目覚めの時、世界が始まる音を聞いた。灯台の足音に紛れたほころびのかけら探してみよう。過去今未来地図広げて飛び込め不思議の向こう。ここからだそう、僕らはまだ Day by day 長い旅の途中さ、恋ソロ見えてみようか。 Stand up バラバラ違う世界じゃ、常識も重量も忘れることから始めよう。 All right 絶対の保証はない、でも確かに前に進んでるじゃない。繋がったらバトルは待っていく、くれぐれ人間現実も今僕らはバンガード、熱くなる理由here. Let's begin with these decks. Three types of Vanguard trial decks, now on sale. Bushy Road. Vi Schwartz. Memorable characters across several popular light novel titles have gathered on the stage of Vi Schwartz. Fujimi Fantasia Bunko Trial Deck Plus and Booster Pack, now on sale. Bushy Road.ごめんなさい。どうも慣れなくてな。で、ここはどこだ？ジャマーはどこにいる？おい、ジャマだ。ジャマ？こんな道のど真ん中で女子中学生とイチャイチャしてたらジャマだ。なんだお前、どっかで見た顔だな。僕の名前を知らないとは。お前ら本当に福原高校の生徒か？あ、南様。ん？南様、どうなさいました？いいところに来てくれましたね、あーちゃん。あーちゃん、このぶしつけな者たちに教えてやってくれたまえ。この僕が誰かということ。はい、かしこまりました。おい、そこのモップ頭。モッ、プッ、耳かっぽじってよくお聞きなさい。ここにおわす方こそ福原高校ヴァンガード部出生、川波みなみ様にあらせられるぞ。えい、皆の者、頭が高い、控えおろ。なんだって？おい、鈴ヶ森蓮はどうした？福原のトップはあいつだろうが。ん？蓮？誰それ？とぼけるな、お前がお熱を上げていたあの男だ。知らない。私の愛しているのは南様だけ。うん、あきちゃん、僕も愛しているよ。なるほど、お前たちがジャマーだな。はぁ、お前たちの歪んだ関係、
この俺が強制してやる。うぼー、まだわからないの？ジャマーはヴァンガードで同行できる相手じゃないって。それもそうか。おい、仙道妹、とっとと片付けてこい。お断りします。なんで？だってあの人たちジャマーの印ついてないし。本当だ。しっかりしなさいよ、バッカみたい。行きましょう、南様。うん、アーチャップからどこへだって。それじゃあ、私たちも。お待て、どこへ行く？どこって、お家に帰ります。お腹空いちゃったしね。ねえ、ちょっと顔貸せ。ラーメンぐらいなら奢ってやる。本当？だったら話は別。うちになります。なんかピンとこないな。何が？あの川波って人すごいキャラだったけど、ヴァンガードの部長ってそんなに偉いのかな。福原高校はヴァンガード甲子園で毎年1-2を争う強豪校だ。もっともそれは鈴ヶ森蓮が主将を務めていた世界の話だがな。鈴ヶ森蓮？ヴァンガード甲子園決勝で仙道愛知と激闘を繰り広げた男だ。本来なら福原の主将はあいつが務めているはずなんだ。ごちそうさま。あ、待って、エミちゃん。おい、話はまだ終わっちゃいねえぞ。エミちゃん。鈴ヶ森蓮さん、愛知とヴァンガード甲子園で戦った人だって。そんな世界もあるんだね。大丈夫、私たちならきっと取り戻せるよ。シカちゃん、まずはその鈴ヶ森蓮って人を探そう。え、似合うと思わない？福原高校ヴァンガード部の鈴ヶ森蓮、きっとその人が歪みの中心に違いないよ。そうだね、行こう、シカちゃん。ねえ、本当にやるの？おい、潜入捜査開始だ。ちょっと、私トップアイドルなのよ。バレて大騒ぎになったりしたらどうするつもり？バレるほどオーラ出てないだろう。はあ？っていうかお前、その制服無理ねえか。うげー！もう知らない。ここから先はあなた一人でやりなさい。マジかよ。そう言われても。そこをなんとか。お願いします。どうしたの？スイコさん知り合い？ええ、この子、お兄さんにお弁当を届けに来てくれたらしいんだけど、クラスも学年もわからないって。この子たちのことを信じないわけじゃないけど、最近はセキュリティが厳しくて部外者は入っちゃいけないことになってるんだよ。そんな、きっと兄はお腹が空いて授業も大の空だと思います。お兄さんの名前は？鈴ヶ森蓮です。この子たちと一緒にいた方がジャマーの動きもつかみやすいか。わかったわ、私がお兄さんのところに案内してあげる。本当？ありがとうございます。すまないね。あなたたち、鈴ヶ森蓮に何の用？決まってるでしょ、鈴ヶ森蓮さんこそこの歪みの中心人物、ジャマーのボスに決まってる。証拠は？乙女の勘。何よそれ。でもこんなに広い学校なんて想定外。教室いくつあるの？一つ一つ覗いてたら日が暮れちゃう。わかった、ついてきて。お邪魔します。よっと。これ勝手に触っていいの？いいわけないでしょ。ビンゴ。ハッカーって必ずビンゴって言うよね。なんで？なんでだろう。鈴ヶ森蓮のクラスは確か…そんな…やっぱり…やっぱりってどういうこと？世界が違ってもセキュリティが共通ってのはどういう仕組みなんだ？どうやら
川波がヴァンガード部の部長ってのは本当らしいな。レンはどこだ。私たちもここに来る前に調べてみたの。ヴァンガード甲子園に出場したくらいだから連絡先ぐらいわかるんじゃないかって。でも見つからなかった。この世界に鈴ヶ森レンはいない。あら、あなたたち、こんなところで何をお探しなのかしら。ナルニアサカ。まず、おっと、どこに落ちた。あったあった。うわあ、どうした。ほう、これは福原高校ヴァンガード部へようこそ。わかってるわよ、あなたたち歪みを修正しに来たんでしょ。でも残念、私と南様の愛のワンワン王国が完成するまでここでおとなしくしていてちょうだい。ちょっと、何なのワンワン王国って。残るはあと一人、あいつだけ。Appears. Come join us as we band together to fulfill our dreams through our music. Race of Sweden Trial Deck Plus and Band Dream Volume 2 Booster Pack coming soon. Bushiroad. The three clans get their new trump cards. Manifest before me. Chrono Dragon next stage. Vanguard the next stage. Available July 10th. Special clan packs too. Bushiroad.何なのよワンワン王国って。残るはあと一人、あいつだけ。なんじゃこりゃ。見ての通り我らのユニフォーム、ワンスーツだよ。ワンスーツだ。最初は戸惑うかもしれないが、実際に動いてみればワンスーツの素晴らしさがわかるはずだ。それでは準備体操始め。ワンワン、あ、座り。はい。あて。あて。どういうことだ。体が勝手に。おかわり。おかわり。チンチン。ワン。あ、座り。あ、座り。ワン。ワン。大体これはヴァンガードに何の関係があるって言うんだ。何か勘違いをしているようだね。勘違い？我々はヴァンガード部ではない。福原高校。ヴァンガード部だ。ワン。お前らさっきヴァンガード部って言っただろ。それは君の聞き間違いだわん。ヴァンガードの発音はヴァ。下唇を噛んでヴァ。うぜえ。そもそも意味がわからねえよ。何なんだヴァンガード部って。君は犬という単語から何を連想するか。負け犬の遠吠え、飼い犬に手を噛まれる、弱い犬ほどよく吠える、どちらかというと悪い印象の言葉ばかりだ。他人に媚びて尻尾を振る者を、あいつは犬だなどと嘲笑ったりする。だが真実は違う。犬ほど賢い生き物はこの世にいない。有史以来犬は人間と共に暮らし、時に案内役として野山を駆け回り、勇猛果敢に敵に立ち向かった。犬こそが人類最良の友人であり、裏を返せば犬の支えがなければ人間などとうの昔に滅んでいたと言っても過言ではないのだ。それなのに人間どもと来たら首輪で縛りつけ、ただ気まぐれにもふる。これでは虐待と何ら変わりはない。諸君、犬のために立ち上がれ。
犬たちの、犬たちによる犬たちのための楽園をこの地上に築き上げるのだ。スタンドアップ、ワンガード。よくわかんねえが、これだけは言える。お前こそがこの時代の歪みの原因だってことかな。なんだと。お前たちの野望、この俺がぶっ潰してやる。ヴァンガードで勝負だ。いいだろう。ただし負けたら貴様もヴァンガード部の部員になってもらう。負けた。おお、ファイトする相手がいるって本当に素晴らしいことなんだな。ありがとう、カーナミ。待て、勝ち逃げは許さないワン。ここから出たければ俺たちを倒してくらいくワン。ああ、受けてやる。束になってかかってきやがれ。あれ、こいつらヴァンガードをやりたがってるってことはジャマーじゃねえってことか。ちくしょう、本物はどこだ。ここよ、ここにいるわ。あーちゃん。伏せ。負け犬のあなたにあーちゃんなんて軽々しく呼ばれる筋合いはないわ。これからはアサカ様とお呼び。お前は部長の地位を与えてあげたのに、こんな役立たずめ。なるほど、お前がラスボスってわけか。そうよ、人間を家畜として飼いならすワンワン王国、完成まであと一歩というところだったのに。本当に迷惑なのよね、あんたたちみたいな連中は。ジャマー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 。お前、ジャマー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 、ジャマー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 。シルバーソンドラゴンテーマルキエル。ジャマー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 。それがお前の正体か。どぎつい内面がよく現れてるぜ。お黙れ、お前たちも仲間になれ。ジャマ、ここがあなたの墓場よ、伊吹浩二。ち、怒らせすぎたかな。じゃあ、まあ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 。お腹空いた。ねえ、伊吹さんは連絡取れないの？取りたくない。喧嘩でもしたの？仲直りしなよ。夫婦喧嘩は犬も食わないって言うよ。誰が夫婦よ。でもこの時代に二人で来たってことには何か意味があるんじゃないのかな。意味？そう、時間の流れは無数にあるから、もつれ合うよりすれ違う方が多いんだよ。だから人との出会いを大切にした方がいいんじゃないかなって。ごめん、もう一度言ってくれるかな。だからエミちゃんナイス。よし。私も鍵がかかってる、どうしよう。あれは。ありがとう、コロン様。話を分けて。何がどうなってるんだ。テールムーンの華麗なるショータイム、楽しんでいただいてるかしら。やっちゃえ、アサカ様。なんでお前はそのままなんだよ。俺はアサカ様の忠実な下僕、人の姿はしていても心はフルバウンなのだ。いや、それペイルムーンじゃねえし。そろそろ終わりにしましょうか。ちょっと待った。おせえぞ。たっく、私がいないと何もできないんだから。悪かったな、お前たち。エミちゃん行くよ。オッケー。あなたの笑顔を取り戻す魔法少女ブラスターペア。シルバーソーンドラゴンテイマールキエ。世界にはびこる歪みは私たちがパリッと整えます。あら、カッコつけている場合かしら。この世には歯向かっちゃいけない相手がいるってこと思い知らせてあげる。ダイナマイトジャグラー。
浅田様、ここは川並み目に。あいつ自ら鉄砲玉に。使い方違うわよ。行くわよ。発射。パープルトラピジスト？いや違う、あれはサーカス小屋の片隅に咲く可憐な花を踏みにじる者はこの私が断じて許さない。誰だ？私は闇をかける騎士、マスク・ザ・ダーク。マスク・ザ・ダーク？お前レンだろ。ちょっと、仮面で顔を隠した男の名を呼ぶのはどうかと思うよ、ブッキー。お前ショーの幕はまだ降りていない。頑張りたまえ、魔法少女。はい、マスク・ザ・ダーク様。エレンタル・コーリング、リアレイズ、お願い、ブラスター・ブレイド。君の兄、仙道愛知は僕のことを理解してくれる唯一の人物だった。彼の歪みを取り除くためにも頑張りたまえ、魔法少女たちよ。はい。ここの歪みでもなかったか。私たち、いつになったら元の世界に帰れるのかしらね。頑張りたまえ、魔法少女たちよ。はっ、エイミちゃん、あの人のこと考えてたでしょ。ダーク様、そんなんじゃないってば。エイミちゃんってば分かりやすい。あ、引っ掛けたな、ひどい。私を助けてくれたあのイカツイカと、あなたは一体どこのどなたなの？カタパット仮面って誰？あの仮面の男じゃねえ。名前全然違うけど。あ、カタパット仮面様。わお。Are you ready? 信じるこそ、それが全て。
30秒でわかるカード紹介コーナー。今日紹介するカードはカゲロウのドラゴニックブレードマスター総炎。総炎はドラゴニックブレードマスターのパワーアップユニットだ。このユニットのスキルは相手のリアガードを全て退却させ、ビジョントークンをリアガードにコール。ビジョンはリアガードにいながらもツインドライブできるブレードマスター専用のトークンだ。ビジョンの追加ドライブで渾身の一撃を決めよう。このカードで君もライドザ・ヴァンガード。俺の名は伊吹浩二。歴史の歪みを直すために変な本に吸い込まれて、もしもの世界で活動中。ゲフンゲフン。相方とは言いたくないけど、相方ただいま風邪気味でございます。ゲフンゲフン。なになに。次回は世紀末的世界で俺とお前が囚われて、名も知らねえ少年にいたぶられる話ですと。ゲフンゲフン。それを俺が一子相伝の技で次々と悪役どもをなぎ倒す痛烈爽快アクション巨編ということだな。ゲフンゲフン。この予告を信じるか信じないかはあなた次第。